おはようございます。はい、おはよう。見ました。ファイブナイツアットフレディーズ。見たんだ。確かにプレイ画面みたいにはなりませんでしたね。でも普通に楽しめました。あと知り合いのゲーム好きの小学生に聞いたんですけど、ゲームの世界にどっぷりハマってるマニアは、にやりとする作品らしいですね。らしいわね。やっぱりがっつりプレイしてから見るべきだったかしら。ゆかりさん、反省。いや、さすがにそこまでしなくても。でもこれ見るときは事前にプレイしたのよね。何ですかこれ？台湾のホラーゲームの実写化。ほうほう。あらすじ言っとく。お願いします。舞台は1962年の台湾のとある高校。当時の台湾は戒厳令下で反共産主義体制。学校でも政府から派遣された指導教官が監視の目を光らせているような状況。つまり日本の学生運動みたいなことしようものならあっという間に逮捕から死刑。おう。そんな中、2年生の男子学生ウェイは禁止された思想書とかを回し読みする読書会に参加していた。おいおい、チャレンジャーだな。そして彼は3年生の模範女学生ファンに憧れている。お、片思いですか。青春してるな。おい。そんなある日、その女学生ファンは誰もいない夜中の校舎で目を覚ます。うん。そこはまるで廃墟のようなありさまで、しかも壁にお札とかまで貼られている。なんだなんだ。ファンがやべえ幻覚に襲われつつ校舎をさまよっていると、ウェイも現れる。先輩、どうしたんですか。あ、怪しい。彼も突然教室で目を覚ましたと。おいおい。こうして二人で異界と化した学校からの脱出を試みるのだったってお話。憧れの先輩と夜の校舎で二人きりか。ってことはこの後リア充的展開にいいと思うじゃん。あれ、確かに二人してやべえ怪異に追い回されたりはするんだけど、だんだんこの異界の謎やここに至る経緯とかが分かってくると、はっきり言ってそんなキャッキャウフフとか言ってられなくなる。おう。そしてラストの切なさと言ったらもうね、ほんとゲームを最後までプレイした時の、ああそういうことだったのかって感じが蘇ったわ。あれ、これってホラーですよね。ゲームもそうだけど、ホラーサスペンスって感じね。ドキッとする描写はあるけど、そこまで怖くはないと思う。なるほど。ではゆかりさん的には。私は好き。あ、台はつかないんだ。台つけてもいいんだけど、そう何回も見たくなる類ではないしね。そういう基準なんですね。ちなみにゲームはプレイしたことないんですけど、大丈夫ですか？そうね、前知識なしでも大丈夫。っていうより、落ち知らない分楽しめると思うわ。私はプレイ済みだったから、おお、なるほど、って感じで見てたけど。てか、ゲームの雰囲気はめっちゃ再現してると思う。ほうほう、よし、見てみようかな。じゃあ、うち来てみる。行きましょう、行きましょう。で、見終わったらゲームを最後までプレイと。いや、そこまでは。